はい、おはようございます。すすきの YouTuber のドルフィンです。本日飲食店あいうえお4回目絵ですね。はい、絵の回は、会釈です。はい、これはねもう学校でも習ってると思うんですけれども、これね結構大事なんですね。はい、松なぎってわけじゃないですけど、例えばいらっしゃいませってこう会釈をするっていう、なんか面接とかでね、あの学校で習う人もいると思うんですけど、斜め45度みたいなとかね、こう角度がどうのっていうのはありますけど、これってね対人間としてやるものなので、まあその会釈を受ける人のイメージだと思うんですけど、もう礼が深い浅いとかね、うるさい人は多分言うと思うんですけども、はい、これは気持ちの部分も大きいと思います。その人に対してどこまで下げたいっていうこうね、会釈の気持ちもあると思うんですよね。はい、だからその気持ちもあるし、あとその「いらっしゃいませ」って言って、席についてオーダーがありました、なんだかんだでしたっていう時に対して、なんか例えばまあちょっとした時ですよ。はい、なんかすごいこう話し込んでる人の横を通る時とか、まあちょっとあなんか目があったなみたいな、でもなんか向こうも何も言わないけども、あどうもみたいな愛想っていうかねの部分もあると思います。あそれでねこう店員さん、あスタッフさんなんか、ね、愛想あるなと思われるのか、なんかこう目があってもこうずっとこうぶっきらぼうにうーんみたいな感じで、あ何も頼まないんだったら見ないでよみたいな感じで見てるのかで印象はだいぶ違うと思うのでね、その会釈っていう軽くてもすごく大事なことだと思うので、はい、そこは意識するようにしてみてください。はい、飲食店あいうえお4回目絵の回どうでしたでしょうか。よかったらねチャンネル登録よろしくお願いします。それでは